リチャブビチャンネです。今回はディズニーランドのチケットを求めてディズニーストアに行ったら、なんとじゃん、こんなに可愛いウフフィーのスクイーズを見つけてしまいました。イエーで、これは定番のミッキーとミニーを購入してきました。ミッキーとミニーの他にはこの写真の通りデイジーがなくて、ドナルドとかチップとデールとかがありました。あと他のコーナーですが、30% オフでベイマックスに出てくる猫ちゃんのスクイーズがありました。そっちは買ってないんですけど低反発でした。ウフフィーデザインのマスコットと星のチャームがついています。すっごい可愛いです。キーホルダーはこういう形のものです。これはこんな感じで結構高反発なんですけど、しっとりしてます。これは高反発低反発とかいう問題じゃなくて可愛いです。次ミニーちゃんです。ウフィのデザインなので茶色いのがすごい可愛いです。バッグとかにつけたらワンポイントですごい可愛くなると思います。で、星の表面はラメっぽくなってて、角度によって光ったりします。テッカテカです。実は僕もどうしたウフィのミッキーのぬいぐるみを買いました。これはすっごくいい匂いです。なんかぬいぐるみ用の香水とかも売っててすごいなって思いました。優しい甘い香りがします。雲の上の香り。りょうくんはミッキーのぬいぐるみをすごい集めてるんだよね。うん、今のところ全部で。何ニヤニヤしてんの。ニヤニヤしてんじゃねえよ。いっぱいあるのね。いっぱいあります。デイジーが在庫切れしているところを見るとちょっと人気なのかなって思うので、もしこれ気になる方はお早めにお店の方をチェックしてみてください。以上、ウフフィーのスクイーズでした。バイバーイ。